今日はすごく難しい、だけどとても重要な練習の内容について話をしていきます。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけどね、冒頭にも話しましたように、すごく難しいですけど、すごく重要なというね、ちょっと怖い話をしましたけども、そのような内容についてね、話をしていこうかと思っております。で、まあね、このチャンネル、まあ僕ベーシストというふうにも言いましたけども、今回のようにね、すべての楽器の方に共通するような内容もたくさん挙げております。で、今日はですね、ポンと出たかもしれないですけども、すべての楽器の人に向けて、底力を上げるような、もう音楽力を上げるような、すごく大事な、だけど結構難しいんですよねっていう話について、練習内容について話をしていきます。で、もちろんなんですけども、今回の話も今日初めて取り上げるわけではなく、これまでにも話をしてきた内容になります。で、タイトルにもあるかもわかんないのでね、もうお気づきの方も多いかもわかんないですけども、インターバルといった内容の練習の内容になります。で、インターバルというのは、まあ、音と音の、まあ、その距離感というか、その一定数距離をこう繰り返して、ずっと進んでいくような練習になるんですけども、インターバルの練習の中にも、まあ、いろんなインターバルっていうのがあります。まあ、例えば、ドーレーっていう、この隣り合う同士のことを二度インターバルと言いますし、今回やっていこうと思います。ドーレーミーの、ドーミー、レーファー、ミーソー、ファーラー、一個音を飛ばしているものですね。これを3度インターバルと言います。もちろん、2つ音を飛ばして1度と4度、2度と5度といったような感じで、まあ、その4度インターバル、5度インターバル、6度インターバル、7度インターバル、オクターブのインターバルといったものももちろん存在しています。で、もちろんね、すべてやっていくに越したことはないんですけど、まあ、特にね、まあ、3度、まあ、楽器によっては4度、5度も難しいのかな。それ以外にも、まあ、6度とかも非常に難しいインターバルになってますけども、まあ、難しいのをね、全部やっていくの大変だと思いますので、ひとまずね、よくメロディーだったり、もちろんコードの基盤にもなってますような、3度のインターバル、いろんなところに使えますよということで、まあ、しっかり練習していこうということで、一つずつのキーを取り上げてこれまで説明してきております。で、一応ね、リストを作ってますので、興味ある人は見てみてください。今日のやつ見てみて面白いなと思った人は一個ずつ取り出してるので、よかったら見てください。で、これまでには、C と F と、それから B フラット、E フラット、A フラット、D フラットがフラットキーが6個話してます。そして、シャープキーも G、それから、D までかな ?2 つだけ話してます。もちろんこの後も A とか、E とか、それから B とか、F シャープもしくは G フラットキーだったりとか難しい、今後もっと難しくなっていくので、難しいキーも取り出してやっていこうかなと、いくつばらしてやっていこうかなとか、もしくは、もちろんね、その後全部ひっくるめたようなものもやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ、今回はね、ちょっと今までのおさらいみたいなのも含めて、3つのキー、今までやった3つのキーですね、具体的に C と、F と B フラット。まあ、特にね、僕ジャズやとも言いましたけど、ジャズの中では、特にね、このキーが、まあ、結構ね、あと E フラットも多いかな。結構多いと思いますので、この3つね、C と F と B フラットのキーを取り出して、今日は具体的に、まあ、練習していこうという内容をやろうかなと思います。で、まあ、具体的な内容、進行の進め方なんですけども、まずは、まあ、もしかするとね、今日初めて見られてる方もいらっしゃるかもわかんないので、まあ、インターバル、今回どのような感じで練習していくのかっていう、まあ、音源とかも作ってるんですけども、その音源、練習内容ですね、を具体的に、説明します。そして、その、まあ、あと聞いていただいた後、インターバル、まあ、その、まあ、C のインターバルの、デモ演奏を聞いてもらいます。そして、その後に、まあ、具体的に、どんなところに注意していったらいいのか、どのように考えているのかっていうのも説明して、そして、F もやってみようかと思います。そして、ちょろっとまたね、別の話もして、B フラットのデモ演奏を聞いてもらおうかと思います。そして、その後に、後半の方に、まあ、このインターバル練習、ただやるだけだと面白くないので、まあ、特にね、僕、ジャズ屋とも先ほどから話しているように、ジャズ屋なので、で、しかもね、このチャンネル、ジャズアドリブソロの話とかもね、すべての楽器に共通、方に共通するということで、話もしてたりするので、今回ね、具体的にコンファメーション、少し前にベースラインでも解説しましたけど、上にも上げておきますけど、コンファメーションのコード進行で、このインターバルを、まあ、すべてインターバル、3度インターバルというわけではないんですけども、まあ、中心に弾いてみると、そのインターバルだけをほとんど考えて中心に、まあ、たくさん使って弾くと、具体的にどんな感じになるのか。そちらのデモ演奏も聞いていただいて終わりというふうな感じにしようかなというふうに思っております。
まあ、このような感じでね、このチャンネルは、まあ、ベーシストなので、ベースの話もたくさんしてます。まあ、上にも上げときますけど、それ以外にも、先ほど話しましたように、ジャズアドリブの話でしたりとか、まあ、今回のように、すべての楽器の方の底力を上げるような話とか、音楽理論の話とかもたくさんしております。なのでね、もしよかったらですね、すべての楽器の方、まあ、全部が全部すべての楽器の方の動画ってわけではないんですけども、ちょいちょいとうまいことね、順番回して話してますので、もしよかったらですね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、すべての楽器の方対応してますので、チャンネル登録をまずよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では、盛りだくさんで行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは、具体的に楽器を持って、解説していこうかなというふうに思ってます。ベーシストなのでね、エレキベースでやりますけども、先ほどにも話しましたように、すべての楽器の人対応ということでやっていきますので、ぜひね、ご自身の楽器を手に取ってやってもらえたらなと思います。そして、今日ね、すべての楽器対応と言いましたけど、管楽器の方、あと、B フラット管、E フラット管、F 管とかいろいろあると思うんですけど、その人たちはね、一応今回 C 読みの C、F、B フラットキーでやってきますので、ご自身の楽器にね、転調して練習しててもらえるといいかなと思います。楽器によってはちょっと難しいキーになってくると思いますけど、他にもね、キーたくさんやってますし、最終的には12キーやりますので、一緒のことですのでね、やっててもらえるといいかなと思います。よろしくお願いします。ではね、まず今回インターバルという練習で、具体的にどのようなことをやっていくのかっていうふうな話をしていきます。で、今さっき話しましたように、今回3度インターバルというふうな感じでやっていきますので、まあ、まず一番最初の音、C という音を弾きますね。そして次に、3度なので、ミの音を弾きます。Eの音ですね。そして次また、レですね。Dの音になります。ファ、Fの音です。このような並びになってます。で、どこまで行くかというと、基盤になる、ドーミーってやった、そのドーの音ですね。レーファーレーですね。基盤になる音が1オクターブ上のドーのとこまで行きます。つまり、ドーミーですね。そしてそこからまた折り返していきます。ミー、ドー、レー、シー、ドー、ラー、シー、ソー、ラー、ファー、ソー、ミー、ファー、レー、ミー、ドー。そしてもうちょっと下まで行きます。レー、シー。ということで、こういうような流れのものをやります。で、今回の音源なんですけども、C と F と B フラットのものだけなんですけども、まあ、今回ね、1個ずつデモ演奏をやるというふうに話しましたけど、全部ね、上げると結構長くなっちゃうので、まあ、一部分ね、美味しいとこだけ抜粋して流そうかなというふうに思いますので、全部がね、もちろん楽器手に取って練習してもらいたいんですけども、結構難しい内容になってますので、ちょっとテンポが早いものだったりすると追いつけないっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、そのいくつかのテンポですね、ゆっくりなものから、そこそこ早いものまで、伴奏音源として練習できるような、教材というか、音源作ってます。で、もしよかったらですね、下の説明欄のところに、ノートという外部リンクから購入できる URL 貼っときますので、そちらで1個本当、数百円コーヒーいっぱいしないような価格で、販売してたと思いますので、もしよかったらね、そちらも結構ね、活用されてる方多いです。購入していただいてる方多いので、非常にありがたいなと思います。僕も収録するのにね、コーヒーとか飲んだりしてるので、まあ僕のコーヒー代になると思うんですけども、ありがとうございます。購入していただいてる方ね、ありがとうございます。結構ね、評判もいいです。やっぱりね、そのピアノの、音源で伴奏していくんですけども、特にね、管楽器の方だったりすると、その音程が合ってるかなとかっていうのとか、あと難しいキーになってくると間違えてないかなとかっていうのが分かりやすいと。メトロノームでね、まあない場合はやってもらってもいいんですけども、なんかそこら辺も具体的に見えるし、音とかの並びもはっきり分かるので、イメージしやすいので、結構ね、やりやすいですっていうことで評判いいです。中にはね、なんか電車乗ってる時にそれだけ聞いて、後半話しますけど、ちょっとソルフェージュ的なドミレファみたいな感じで聞いていただいてる方もいらっしゃるようです。なのでね、もしよかったらね、今日初めて見られた方とか、購入またされてない方いらっしゃいましたら、非常にお安く、MP3 で販売してますのでね、ぜひね、ご自身の携帯とかパソコンに取り込んで、うまいこと練習に、お供に使ってもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてその内容どんな感じになっているのかというと、まあ、各々ね、一部分だけ抜粋していくんですけど、音源の全部のものとしては、一つのテンポ、まあ、非常にゆっくりなテンポから速いテンポまでありますけども、一つのテンポの中で、まずは2分音符で今さっき言った往復を2往復します。そして、その後、4分音符で2往復します。
そして8分音符で2往復するという計6往復というふうなものになってます。で、8分音符で2往復すると言いましたけど、結構ゆっくりなテンポでも最初にやり出した人はとてもじゃないけど追いつかないと思うので、例えば2分音符だけ最初練習していただくとかいうふうな感じでうまいこと活用してもらえるといいかなと思います。慌ててやる必要はないので、ゆっくりね、丁寧に、いい音程で、しっかりしたリズム、音が短くならないような感じで練習してもらえるといいかなと思います。では、まずね、キー C で取りましたので、ちょっとね、2分音符からやるかどうかわかんないですけども、どこかうまいこと抜粋してやりますので、もしね、よかったら、ぜひね、ご自身の楽器持っていただいて、一緒に練習してもらえるといいかなと思います。では、どうぞ。ベース、ベース、ベース。聞いていただきましたけどね、どうだったでしょうか。まあ初めて見た方とかやったりすると結構むずいと思います。パッとやってパッとできるような練習ではないと思いますので、まあじっくりね腰据えてやっててもらえるといいかなと思いますし、なんか曲だったり他のメインの練習のサポートみたいな感じでやってもらえるといいかなと思います。そしてね、ちょっといろいろ B フラットじゃなくて F に行く前にちょっといろいろ話をしたいなと思うんですけども、追加補足ですね。まずこれもね、いつも同じ話してるんですけど、音源はまあ一つのオクターブの中でしかやってないですけども、これは別にオクターブ域変えてもどこでもやれると思いますので、例えばね、ある程度慣れてきて低いやりやすい音程のとこができるようになったら、わざと高いとこ、苦手なとこ、ピッチが取りにくいとこ、管楽器の方だったりするならば、そういうようなところでわざとキーを変えてやってみるとか、高いとこばっかりやってみてもいいですし、わざと高いとこ低いところを2回目のところを音域を変えてみるとかっていうのも非常に効果があると思います。ギターの方だったりすると、ベースと違ってですね、これ5弦ベースですけども、4本、低い4本と一緒だと思いますけども、そのね、2弦、3弦の間挟むと運指変わってくると思いますので、その辺もわざと意識してね、混ぜながら練習しててもらったりすると、音域を変えながらやっててもらうと、ポジションだったり変えながらやっててもらうと、非常に効果があるかなというふうに思います。そしてですね、こう今さっきね、ちょこっと話しましたけども、このね、F のキーをやるんですけども、まあもちろんね、F なので F からスタートするわけです。で、そうするとこれ、同じくこうやってやっていくんですけど、僕が聞こえているのは移動度で聞いているので、これもドミレファミソファラソシって聞こえてるんですよ。し歌います。今歌ってましたけど、これ、ソルフェージュの話とかっていうのもそのうちまたちゃんとやりたいなと思うんですけど、一般的に言われているソルフェージュだとちょっとポピュラーミュージックだと厳しいんですよね。まあソルフェージュ自体が難しいんですけども、なのでね、まあその移動度で考えるソルフェージュ、多分ね、僕が知る限り教材ほとんど出てないんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと難しいところも含まれてくるので、まあただね、ちょっと今その教材も絶賛作っててね、いろんな直接教えてる方とかには、耳のトレーニングとしてね、一部の方、結構弾ける方が中心ですけども、直接やってる方います。なのでね、まあ、モルモットって言ったらちょっと失礼ですけども、成果を見てね、その方たちは教材タダで差し上げてるんですけど、まあ、成果を見てですね、どれぐらい効果があるのか、どんなところで行き詰まっているのかっていうデータもちょっと取ってますので、よかったらですね、またそのうちソルフェージュの話もしていくので、まあ、ひとまずね、この簡単なものとしてね、インターバルの時にぜひ歌えれるようにしてもらえるといいかなと思います。でこの時にやっぱ同じくドとミレファミソファラという風に並んでいるので、 C の時の方がイメージしやすいと思うので、 C の時にまずしっかり練習していただいて、この言葉の並びをもう丸暗記してしまって音を当てはめてやっていくみたいな感じでやっていくといいかなと思います。実音で言うならばドの音が F、 ミの音が A、 レの音が G、 それからファの音が B フラットっていう風になっていくと思うんですけど、こちらもね意識できるといいかなと思います。でもちろんなんですけども、このインターバルの話とか今の話っていうのは結構
構ハードルが高い話だと思います。で、今日見ていただいて難しいなと感じた方は、少し前にね、ドレミファソラシドの有用性、ドレミファソラシドをどうやって練習していくといいかっていう動画のもアップしてますので、よかったらそちらもね、見てみてください。ドレミファソラシドの音源とかも販売してるので、まずはそちらをね、しっかりいろんなとこで練習できるっていうのが第一段階かなと思ったりしますので、まあ、順序大事ですのでね、そちらもやってもらえるといいかなと思います。ではね、F の動画をね、同じく流れでね、聞いててもらおうかなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。どうだったでしょうかね。C から F に変わった途端に、難しくなったっていう人もいるんじゃないかなと思いますけども、できればね、このインターバルの練習もね、12キー、ドレミファソラシドと同じく12キーで、やれれるようにチャレンジしてもらえるといいかなというふうに思います。で、次 B フラットに行こうかと思うんですけど、この B フラットに行く前に少しちょっとね、まあ、入れ知恵というか、考え方の一つのポイントっていうのをちょっと話したいなと思うんです。で、それはどんなことかと言いますと、まあ、例えば C ですと、まあ、調合というふうなものを考えていくと、まあ、フラットもシャープもつかないわけですよね。つまり、まあ、言うならば、実音、ドレミファソラシドというものは、まあ、キー変わってもそのまま今さっき言ったように言っていくので、まあ、変わんないんですけども、実音は変わっていくわけですよね。その時に含まれる構成音、もちろん今回の場合だと F からスタートしましたし、次 B フラットキーの場合は B フラットからスタートするんですけども、まあその各々構成されている音に、シャープだったりフラットだったりがどこにつくのかなっていう意識も持っていくと非常に楽な部分があります。C の場合ですと何もつかないですよということを意識すればいいですし、F の場合ですと B にフラット1個ついてる、B フラットになってるよということが意識が持てると思います。で、B フラットの場合は、B フラット、B がフラットしてて B フラットになってるのと、E がフラットして E フラットになってる。それ以外は、フラットもシャープもついてないよというふうに考えていくと、まあ、弾きやすい部分もあるのじゃないかなと思います。で、順番に弾いていく分にはね、そんなにそこを意識しなくてもいいと思うんですけど、まあ、この後実際アドリブソロでっていうふうな話を、デモ演奏聞いてもらおうと思ってますけど、その時にね、必ずしもドミレファって言って順番に弾いていくわけではないと思うんですよ。途中から弾いていくこともあると思うので、なので、そういうふうにどこにフラットがシャープがついてるかなっていう考えも持ってると、いろんなところから広がってきやすいんじゃないかなというふうに思います。で、調合のね、つく感じだったりとか、どういうふうな感じでついていくのか、ルールがあるんですけども、その話も動画にしてますので、それも上に上げときますので、もしよかったら興味がある人は見てみてください。この動画終わった後見てみてください。よろしくお願いします。ではね、早速 B フラットの演奏を聞いてもらおうかなと思います。どうぞ。
どうだったでしょうかね。もう B フラットぐらいのところ結構難しいっていう方もいるんじゃないかなと思います。実際 E フラットだともう手つかないっていう人結構割合としてはいるので、まあもちろんね、これまでに取り上げてきたものっていうのはフラットもっとついているものとか、シャープがついているものだったりもありますので、できるようになった人はね、今回の動画で終わらさず、そのね、リストに作ってますので、確か上に上げたと思いますので、そちらと合わせてやっていただくとか、まあ、非常に好評、評判のいいね、音源リストですね。まあ、コーヒー一杯で購入できますので、そちらも購入していただいて、まあ、うまいこと活用していただけると、まあ、僕も幸せになるかなというような感じで思います。よろしくお願いします。ではね、最後の最後に、まあ、その2個目に取り出した F という風な F メジャーキーというもののサンドインターバル、もちろんこれもサンドインターバルだけを使ってやってるわけではないんですけども、主にサンドインターバルを中心に使って、ジャズのアドリブソロ、コンファメーションというね、結構比較的難しい曲ですね。あ、ちなみにですけど、サビの部分は B フラットに変わってまして、その後さらに D フラットメジャーキーに変わってますので、そこはうまいことアジャスト弾いてますので、そちらもね、よかったら聞いていただこうかなと思います。具体的にね、難しい練習ですのでね、何のためにやんのやろうとかっていうのが見えてこないとね、なかなかしんどいと思いますので、まあ、見ていただいてね、まあ、励みにしていただけるといいかなと思います。で、一応演奏終わった後にね、またちょこっとだけ話して終わりにしようかと思いますので、ぜひね、最後までよろしくお願いします。演奏、もしよかったら、楽しんで見ていてください。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。聞いていただきましたけどね、どうだったでしょうかね。まあ、パパッと撮ったとこもありますけどね、まあ、至らん点もあるかもわかんないですけども、まあ、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、まあ、もちろんね、先にも言ったように、サンドインターバルばっかりで弾いてるわけではないです。しかしながら、まあ、サンドインターバルを結構意識して、多めに弾いている感じです。で、実際僕ね、アドリブソロのね、これもリストも上に上げたと思いますけども、動画もたくさん上げてますけども、まずはね、一つのキーをね、集約できるコードの曲は、まあ、ダイアトニックコードでできてる曲は、まあ、一つのキーで、歌うように、音をつぶさに繋いでいくような感じでということでね、説明してますし、細かいポイントも話してますけど、僕がね、適当に弾く、適当っていうか、まあ、あんなことはあれなんですけど、まあ、音だけでね、紡いで弾いていくときっていうのは、まあもちろん最初の初歩段階の方っていうのは隣の音、まあ2のインターバルで意識して隣の音ずつ弾いててみてくださいっていうアドバイスはよくするんですけど、まあ実際僕が弾くときっていうのはこの3度インターバルの音っていうのもよく使います。やっぱコードトーンとかね、コードの主要な音ってまあ3度で積み重ねられてることが多いので、まあやっぱそういう風に響きやすいんですよね。アッパーストラクチャーってコードトーンじゃなくてもそれに付随するものだったりとか、もしくは、まあ、実際にね、音を狙っていくときっていうのは、例えば F メジャー7って書いてあったとしても、G メジャーのトライアードを意識するとか、まあ、そういったちょっと上級編のものもあったりするんですけど、そういったもののときにも結局やっぱり3度積み重ねのものになってます。音のイメージっていうのがありますので、まあ、なので、その3度インターバルをやった後に、まあ、各々のキーのスタンダードで、まあ、それもね、昔話しましたけども、まあ、なんかそういうような感じで当てはめて練習しててもらうっていうのも、また面白いところじゃないかなと思います。もちろんね、難しいキーにチャレンジしていくだけっていうのもいいんですけども、プラス、できるようになったキーをより具体的に使いこなせれるようにしてみるっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでうまいことを活用してみてください。今後もね、このような話、またインターバルの話ももうちょっとしたらね、次は何になるのかな、多分 A のキーかな、A メジャーキーやると思いますので、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。そんな感じで今日は非常に難しいですけども、有意義な話ということで、やってきました。難しいかもわかんないですけども、なんかメインの お供にね、なんか一日一個ずつぐらい練習しててもらえるといいかなと思います。非常に難しいと思った人はね、ドレミファソラシドの動画も上げてますので、そちらも見ていただいて、そちらから練習していただけると、まあ、音楽ライフがね、より豊かになっていくんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。まあそんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。もしね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、このようにね、まあ、よく言われる話もしてますし、
よく言われるけど実際どうなのか、ちょっとね、巷では言われてない目から鱗的な話もたくさんしてますので、具体的に実践につなげれるような話もたくさんしてますので、チャンネル登録まだお済みでない方とか初めて見られた方いらっしゃいましたら、何卒まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではね、今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。